皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、第二の人生としての司法書士、司法書士資格の魅力ということで、司法書士ジョブサーチさんというウェブメディアに掲載されていた記事をですねご紹介するんですが、この記事をですね書いたのは私のですね、もう本当に尊敬する恩師である海野先生ですね。海野先生はですね、実務家としてもそして講師としても業界経験が長く、業界で活躍されている先生なんですが、まあ、その海野先生から見た、司法書士の魅力っていうのを発信してくれています。すごく素敵な記事です。平成30年にですね、80歳の人が合格しましたという話から入るんですけれども、まあ、私のチャンネルでもつくづく定年後の資格に司法書士どうですかっていうのを発信してるんですが、最近だと平成30年80歳の人が合格したってことで、素晴らしいなと思います。で、現役で100歳の人もいるというふうに聞いたことがあると言っていて、私も少し調べたんですけれども、沖縄の人で96歳でインタビューに答えていた先生がいたので、まあ、本当にですね、定年後であったりとか、まあ、いつからでも始めてもですね、楽しい資格であるということが分かる通りでございます。で、海野先生がですね、講師を始めた23年前は司法書士を目指すのは学生や20代が多かったそうです。で、平成20年頃にはですね、30代が中心、そして最近はですね、30後半から40代が中心になっていると。で、中高年の方で合格された方は即独立、いわゆる即独が多いと言われていて、まあ、これはですね、やはり過去の人脈であったり経験をですね、非常に活かしやすいってところがあると思うんですね。まあ、20代とかね、学生なんかで受かった人は実務経験絶対積んだ方がよくて、まあ、それは本当にね、電話のかけ方とか事務の回し方、そういうのはやっぱ分からないじゃないですか。で、私もですね、もともとそこそこ不動産屋で働いていたので、社会経験はあったんですけれども、それでも一般の司法書士事務所とかね、総務とか事務がどう動いてるかっていうのはやっぱ分からなくて、それを学びたいっていうのもあって、8ヶ月ね、事務所で修行したことがやっぱり良くて独立しましたけれども、やっぱそれがなかったらですね、基本結構難しかったなって思います。私はずっと営業やってたんで、事務とかっていうのは全然分からなかったんでね、まあ、そういうところも含めて、やっぱ中高年の方っていうのは経験があるんで、即独立してもね、やっていけるっていうのがやっぱあると思います。はい。で、そういうところで、あとは司法書士のすごい資格の魅力って、勉強したことが実務でそのまま生きるんですよね。なかなかですね、私は不動産屋でも思ったのが、宅建の勉強って勉強と実務全く身につかない、なんていうのかな、関係ないんですよ。宅建は勉強、宅建の資格を取るには宅建の資格を取る用の勉強しなきゃいけなくて、実務の経験っていうのはその試験に生きることは絶対なくて、その逆もそうですね。試験の経験、知識が実務に生きることってほとんどないんですけれども、司法書士っていうのは、試験、勉強と実務はもう全く本当にですね、同じっていうとちょっとあれですけれども、生きるんですね。なので、そういったのもですね、非常に面白いところだと思いますし、やっぱ70代80代でも活躍されている先生がね、たくさんいるので、まあ、第二の人生としての司法書士本当にいいと思います。だからよくね、コメント欄とかでも40代なんですけれども、今からじゃ遅いですかみたいなコメントあるんですけど、全然遅くない。むしろ40代はですね、一番、乗ってると言いますか、平均合格年齢40代と言われてますので、一番重宝される年齢で、さらに上でも全然問題ないくですね、できます。もちろん若ければ若いほど有利ということで、ね、オールマイティで司法書士の資格って取ったらですね、活躍の場があるっていうのはすごく魅力なんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでですね、私の本当に大好きな先生がですね、こういった資格の魅力っていうのを語ってくれていました。で、最後にですけれども、お父さんがですね、77歳だそうなんですけれども、3年前に庭師の資格を取ったということがね、書かれていました。これもですね、実務的な資格だと思うんですけれども、やっぱね、生き生きしてるというふうに書いてあって、それってやっぱりね、どんな司法書士じゃなくてもですけれども、人間ですね、定年後もですね、なんかこう多くの人はやっぱり仕事をしていくこと、その自分のもちろんね、やりたいと思う仕事とか趣味の資格を取ってですね、それを仕事とかに生かしていくってことはすごくね、いいことだと思いますし、そういった資格によってですね、また明るくなってるから、充実した人生を送れますよみたいなね、話とか、その魅力なんかをですね、引き続きね、うちのチャンネルでは発信し続けたいなというふうにね、思いました。はい。ということで、本日は以上でございます。記事概要欄貼っておきますので、ぜひ興味ある方は見てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。